どこを見ているカカロット、お前の相手はこの俺だ。では伝説のスーパーサイヤ人魔人ブーの木、とんでもない木の木、こっちに向かって来てるみてえだ。戦ってる場合じゃねえぞ。勝負はお預けだ。どうやら貴様は魔人ブーが気になって集中できないようだな。いた、そうだな、みんなでやれば。さすがの貴様も油断をつかれてはしょうがない。俺が出してしまった魔人ブーは俺が飼う。貴様との決着はその後だ。まだ俺が生きていたらな。俺一人地獄にはいかん。貴様も道連れにしてやる。おい貴様、俺が魔人ブーの相手をする。そこのデカブスは貴様が片付けやがれ。よし、ムロリーを倒せます。これで正しい歴史の流れに戻るはずです。ちょっと見たか。どうした？貴様の力はそんな。パパ！トランクス、ブルマを、ママを大切にしろよ。え？お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。抱かせてくれ。なんだよ、パパ。やめてよ。恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。二人を連れてできるだけ遠くを離れてくれ。急いでな。頼んだぞ、ピッコロ。貴様の片付け方が分かったぜ。やっとな。ん？あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているんだ。己の命を捨てて。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。貴様はブルマ、トランクス、そしてカカロット。お疲れ様。今回も頑張ったわね。父さん。お前さんには辛い歴史じゃったかもしれんだ。
しかし感傷に浸っとる暇はないぞ。まだ歴史の改変が完全に治ったわけでは。ちょっと、なんじゃい。デリカシーがないわね。こういう時は少しの間そっとしとくもんでしょ。いえ大丈夫ですよ。ありがとうございます。父さんは俺の誇りです。俺も落ち込んでなんかいられませんよ。ともかくお疲れ様でした。今は体を休めて準備ができたら声をかけてください。